我が家に1ヶ月居候で弟子が、ドイツからドイツのどこだっけ、フランクフルトです。フランクフルトからやってきましたテノールの根津くんですこの状態で毎日このようにトレーニングと発声と毎日エレナのコレペティとちょっと毎日ちょっとしごいて、1ヶ月後にはデビューできるぐらいにしたいと思います。根津くん一言。頑張ります。あと3回頑張れ、ほい。吐く、ブラーボ、上げる、そう、引く、最後ゆっくりゆっくり上げる、ブラーボ。どうも、ペアカシの高橋達也です。現在弟子が昨日やっとね到着しまして、今朝から一緒に筋トレをして発声してちょっと1ヶ月ビシバシ鍛えたいと思います。いや、アルマシャツ着てやんの。いや、取るんだったら下着はまずいかなと。やってみやってみ、じゃあさっきのやつ逆ブリッジ。やめて。アルマ、ここそう、息を吸って上げる、高く高く高く、そうで吐きながらお尻を腕の方に持っていく、こう、そう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 、ゆっくりゆっくり、あと7回、アルマ。ってここで感じるんじゃなくて、もう声帯から始めればいい。したでしょ俺がはい、その感じ、ここなんかこっちが強くなるの、こっちが、背中のとこが、これがないと道がこう逸れる、こっちら辺でここで止まる、でこう行かないといけないから、こう持ってんで上を開ける、もっと後ろ開ける、このっていう部分とこの目の後ろをグッて開ける、うわあ、あなるの、ああクラッときました。あ、それでいい、クラッとしないで意味ないから。今からパスタ食べます、根津くんと。俺でもトマト嫌だからな。あ、サンガですか。そう、まあいっか今日ぐらい。なんかやることありますか。ない。
そんな道が分かればいい。その道が道分かるよね。そのあーって出すときに。まだ分かんない。今日の感覚、今日朝やった感覚。今のさっきの感覚が分かってるつもりです。その力がいかに抜けてるかは、まあ、分かった。自分本当？なんとなくまだ覚えてます。この辺の。なんかここら辺から始まる。今ここら辺からあるんですか。ここら辺から始まればいい。ここら辺に始まるためにここに力を入れる。力を入れる。そう。こういう感じ。In forse non remia, in forse non ha. って作んない。In forse non ha, in forse non ha, in forse non remia, mio mio, in forse non remia, più ancora, più ancora la vita, più ancora. って押さない。più 楽に。più ancora la vita, l'odio e l'amore stesso. Più ancora la, più ancora la vita. これ più ancora la vita. L'odio e l'amore stesso.L'amore stesso mi sono troce ambasciato. L'amore stesso って止めるんじゃなくて、L'amore stesso 動かす、ずっと。Più ancora la vita, l'odio, l'amore stesso.ラモリステって入るってことはこっちに力が入ってる。悩んでますですか。ピアノで歌うってことを息子が覚えないといけない。ツイとかも普通にピアノで出せるように息子の場合、だからピアノでひっついてないから出せない。出せないで押しちゃうの全部。力でこうバッていっちゃうの。あ、普通の声で、あって普通の声で言うの。押してんの。エコミプリジョニエって押してるわけ。エコミプリジョニエ変わんないな。エコミプリ、エコミプリジョニエメイジメイジメイジ。その使い方、それ以上力入れない。違う、力入れるのはこっちだ。今支えゼロだ、支えて空間ゼロだけど、それにだからエコミプリジョニアって空間を立てない。エコミプリジョニアほら、ローで押さない。自分で鳴らしに行かない。気持ちよくなりに行かない、自分で。エコミプリジョニアAmbiziosi miei sogni svaniste, in forse l'onore mio, mio, in forse l'onore mio,
フィアンコーラリータアイメー、あ、違うな、オーディオ、ローディオ、ローディオラモリステソミソナトロジャンマッシャー、いいよ、声帯の本当の位置を今覚えないといけない。それちょっとまあこの1週間ぐらいちょっとやって、今日歌いすぎだから、歌わない、肉を食う、俺が作った肉を食う、根津くん。はい、天気というわけで、弟子がね1ヶ月これからというか、これが1ヶ月間僕の家に住むことになったので、まあ、この動画の通りこんなレッスンをしております。レッスンというかね、もうほんと毎日四六時中歌のことを話したり、ちょっと実践したりしてるので、もし興味のある方はまた居候、うちに居候をしに来てください。はい、だって一緒に上手くなりましょう。というわけで、オンラインレッスンもやっておりますので、下のアドレスからどしどし、メールください。こんな感じで、すげえ通り方したな、あのバイク。というわけで、この動画が良かったと思う方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。またね、根津くんとの一日一日を載せていきたいと思うので、また応援も、根津くんの応援もよろしくお願いいたします。ということで、高橋達也でした。チャオチャオ。